つながったかな、つながった、つながりました。うん、はい。で、今毎日ですね、この、10日間ほどですかね、テストアウトをしていることがありまして、でそれはオンラインでしかつながれない今の現状は、まあ、一つしょうがないので、ただ皆さん今、まあ、ほぼ全国民が、携帯を持っている、パソコンを持っているという中で、オンラインで、例えばじゃあ Zoom でこのようにつないでいながらにして全く違うエンターテインメントをできたらなっていうのが、さっき言った例えばじゃあ月で踊ってみるとか、他の惑星で踊ってみる、じゃあ行ったこともないところで踊ってみる、または同じダンスフロアなんだけどみんながそこに存在しているとか、そのみんなが本当に夢に見たフェスティバルみたいな、そういうビッグステージで、踊ってみるっていうのは、あの疑似体験としてできたりするんですね。でそういう部分っていうものとかを僕はちょっとあの今見出してまして、普通にある意味なんかあの戦うようじゃもう次の時代を僕はダンサーは乗り切れないと思うんですよ。で少なくとももちろんですけど、あのまたみんなが元気であの会って一緒に踊るっていうのを僕は心から一番求めてますよ。ただそれがいつになるって保証できますって言った時に、言ってもまだ日本だって人がどんどん増えてますよね、感染者も。でアメリカもそうなんですけど、人も死んでる方だけじゃないですよ、亡くなってる方だけじゃなく感染者が増えてるんですよ。で増えてる中で2週間後に、はい、3週間後に、はい OK です、皆さん街に出てくださいって誰も出ないですよ、出れないし、うん、だから本当の意味で手放しして楽しめないし、例えばどこのスタジオだってやっぱり感染者が出た瞬間にまた閉鎖されせざるを得ないってなったら、今の段階でもう新しい手を打っとかなきゃいけない。じゃあ何かって言った時に、僕が少なくとも見出したお題は、このオンラインで、まあ、つなげれるだけ日本中世界中をつなぐという形を使わせてもらって、で Zoom は1対100までできるんですね。だから100人まで参加できるんですよ。でこの1対100でその場所にいながらにして、こういう形でバーチャルの世界にみんなを引っ張ってですね、一緒に踊ってみたりとか、あとはやっぱりその本当に何て言うんですかね、誰もができるような、こう本当にもうそれこそこういうなんかこう手振ったりするだけじゃないですけど、もう少しでも今の特に子どもたちですよね、もう体も動かせれない、外にも行けないっていうところで、なんかマジでストレスが溜まってるんですよ、みんな、あの踊る子たちだけじゃなく、でその子たちに対してその何かしら働きかけれるものっていうのが、その僕が少なくとも担えるものがあったら、そこは形を作るだけでもなくやりたいなと。でそこでやっぱりそのさっきも言ったホープですよね、望みっていうものを絶やさない。で逆に言うと、そこの中からもっと生まれてくるものがあると僕は信じてて、で少なくともこの1週間10日でテストをずっと毎日している中で、どん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 精度が上がってきて、違う楽しみ方っていうエンターテインメントをもうすでに生み出しつつあるので、これをどんどん実施していく形っていうのがすごくいいなと思っていまして、で先ほど言った堤防は作っていくっていうのは絶対マストだと思うんですけど、その前に何か、みんなが生き延びれるビジネスモデルも作れたらですね、少なくとも酸素ボンベ注入してあげれることはできるのかなってすごく思ってて、でそれが実際に大義名分のようで、実際は僕含めエンターテインメントの次の時代を担うアイデアも出てきたり、いや僕こんなことできます、私こんなことできる人もどんどん現れると思うんですよ。だから今日ちょっとこの会話もどんどん長くなってますけど、泉さんにこれ録音したいと。なんでかっていうと、新たなる挑戦のまた一歩であって、でこれを決まったものをただ伝えるだけって全然効力がなくて、こうなっていきますよって言われても意味が分かんないですよ。でもこれを見てくれる人が例えば10人だとしても、最後まで見る本当にこれに響く人が10人いて、これ見てくれたりとかしたら、そのこのメイキングアクションですよね、行動を起こしているっていうことが、まあ、何かしら勇気になったりインスピレーションになって、あ、自分も私も行動を起こそうとする人が絶対出てきて、でその人たちがどん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 こう仲間になってなんかこうつながっていくと思うんですよ。だからそれを僕は望んでいて、これレコーディングさせてくださいっていうことを言ったんですよ。なんでかっていうと、これをもう一回戻って喋れないし、お互い皆さん忙しいし、やっぱりそれをまた説明して伝言ゲームでって無理じゃないですか。だからこのありのままをそのまま本当にノーカットで伝えるじゃないですけど、っていう中で賛同者を生まないと、そんな時間も本当にないなって、もう刻一刻と、酸素はなくなっているので、はい。なんで、いろいろ話ありましたけれども、今僕の中で見出しているものっていうのは、やっぱりその受け手もそうだし、
需要と供給両方ですね、のその今あるその多大なストレスというのを軽減するような新しいオンライン のエンターテインメントだったりとか、そういう、ダンスセッションみたいな場所、まあ、僕はこれをオンラインドリームって呼ぼうと思ってるんですけど、オンラインドリームをオンラインだからこそできる夢っていうものを見せていくっていうことがすごく重要かなと。で、あと根本で言うところの、やっぱりその世の中なんでダンスがあるんですか、なんで踊る必要があるんですかっていうのを、もっと肌で分かってもらう。で、そこにちゃんと守るべきものがあれば、守るべきものを皆様と作れたらなと。そしたらより良い未来が作って、本当にダンスが救われることで世界平和に一歩近づくっていう、もう一番の重要な、なんていうんですか、ステップにまた戻れるんじゃないかなと、僕自身も夢が見れるという思いでございます。うん。そうですね。で、なんか、そのケントさんの今、されようとしてることとか、やっぱりそのケントさんだからこそできる部分もあると思うんです。で、逆にじゃあ、私がその、そういう形のレッスンをしたいと。その、ケントさんがうまくいって、まあ、好きでみんなで踊りましょうっていうのは、やっぱりケントさんが好きで、ケントさんと一緒に踊れるっていう特権がやっぱりあるわけで、これをだから、一ダンス講師、私たちみたいな先生たちが、まあ、私のことを大好きですって言ってくれる人はやってくれるかもしれないです。だけど、そうじゃない人って、やっぱり、こう、同じっていうか、やっぱり苦しいとこからは這い上がれなくて、で、やっぱり私のとこもやっぱ本当に生きていかなくちゃいけないし、家賃は払わなくちゃいけないし、今まで借り入れしてる分も返さなくちゃいけないし、その普通にスタジオが閉じたから給料がないだけでいいわって言ってる状況じゃなくて、どんどんこう借金が募っていくっていうような今の現実で、先ほどからそのやっぱりこう浮世を出してくれるって言ってくださってるんですけど、その浮世も遅すぎて、やっぱ現実もうちょっと本当にどうしよう来月っていう状態でいる中で、で、やっぱりケントさんは本当にどんどんやっぱりそういうケントさんにしかできないことを発信していっていただきたいですし、それをもう完全に成功させて、本当にお金をもらえるぐらいに完璧にやっぱりケントさんだからこそやっていただきたいところはやっぱりすごくあるし、で、逆に私たちとかみたいにこういう一般市民たちもそういう状態の中で生きていけれるような環境をするにはやっぱりどうしたらいいかっていうところで、やっぱりもうそのダンスって本当にもう最初からやっぱりちょっとチャラチャラしてるとか、なんかそのあんまりこう全然こう興味を持ってもらえなかったりっていうところからスタートした状態で、文部科学省の方が本当にその全部の体育の授業でやりますよって言って、今こうだんだんダンスっていうのが教育の分野のところで取り入れられてはきてるんですけれども、そこでもうやっぱりこう学校の先生によって、校長先生によって、そのダンスがその学校では取り入れませんとか、やっても本当になんか中学生が本当にこんな簡単な動きしてするんっていう、なんかやっぱりダンスが取り入れられてから、やっぱり本当にこうダンス教室に来る子が増えたんですね、実際。だけど今現在どうなってるかっていうと、学校の先生が教えれないと。じゃあ教えれなかったら、そのダンスの専門の先生頼めばいいじゃないですかっていう話なんですけど、それが田舎のここでは全然行われてなくて、でやっぱりこう頼んでくれてる学校もあるんですよ。でその学校のところは、私たちもそのダンスだけじゃなくて、そのケントさんが言っとられるようなことプラス、そのやっぱりコミュニケーションをうまく取れるようにとか、肌で感じて、こういうふうに覚えてたら楽しいですよとか、あとこうどうしても嫌な子っているじゃないですか、授業中でも。でその嫌な子たちもこうその子たちをのことを見て、私たちの方がこうどんどんこう一緒にやれるように、もう無理やりじゃなくて引っ張ってってあげれるような役目をするのが私たちのこの仕事というか、こうやりがいのあるところだと思っていて、なのでなんかその本当にその今さっき一番最初の時に新妻さんはなんかオンラインダンスとかをやってらっしゃる方もたくさんおられてっていうふうにはお話されてくれてたんですけど、実際私たちみたいにこうなんていうの、逆にこう真面目に取り組んでる人たちってもう本当に壁にどんどんぶち当たってお金をいただける状態じゃないっていう現実になってるので、なのでこうなんか
そのじゃあフラダンスみたいにゆっくりだったらいけるかなとか、なんかいろんなことは構想しながら言ってるんですけど、で今うちの会社で、とりあえずそしたらあの逆に一方通行にはなるけど、動画配信だけでこう動画を撮って、その動画のレッスンをしようっていうのを試みて、ちょっと来月から少しずつやろうとは思ってるんですけど、実際それを録画するにしても実際のレッスン以上の時間、本当にレッスンが例えば1時間だったら、そのあのテイクを取るのにもう2時間かかったりとか、すごいそういうような、あのこっちはすごい努力をしないといけなくって、でもちろんその努力をするのは当たり前だと思ってるんですけど、それがあの相手側にじゃあ響くかって言ったら、やっぱちょっと難しいところがたくさんあるので、その辺をなんかあのなんこう一緒に楽しだから今今日ケントさんのレッスンを受けて、あ楽しければあのリズム取りだけでもいけるかなっていうところがあったり、こうなんかちょっとあのいろんなヒントはあったんですけど、そのヒントをこうまた取り入れながらちょっとやっていかなくちゃいけないなっていうところがあって、だから動画を撮るときもなんか変な顔しながら、はい皆さん今日はどうですかとかで自分で一人で勝手にテンション上げてやんなくちゃいけないんでかなりちょっとなんか一人の本当にこの自分の精神とあのテンションを相当上げなくちゃみんなに伝わらないなっていうのは思うので、一生懸命やってるんですけどって感じで、とりあえず頑張るしかないんですけどちょっとまとまってないですけど、いや僕ごめんなさい、先にお二人が喋る前に、今の泉さんのこの現状っていう、この本当にこのその今もう二人は聞いていただいた、これがこれ泉さんだけじゃないってことを僕伝えたくて、もうみんなマジでテンパってます、いっぱいいっぱいで、もうそれぐらいもう、まあ一言言うと酸素がなくなってきてるんで、もう言ったら頭回んないじゃないですけど、でも目の前のこと何かやんなきゃって言ってやってるっていうのが、これはもし100人いたらほぼ100人全員です。でそれを僕は見て、もう本当アップアップになってる状態ですよね。もう水がこう来てっていう、このアップアップになってるところで、いやもう今そのなんか言うなれば、後の堤防動向とか、例えば今もそれはいいから早く今この瞬間にその水から上げてとか、今この瞬間にも酸素くださいっていう、もうその赤の状態になってるんですよね。ビビ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 っていう、もうやばいですやばいですって、もう息できないですっていう。なんですごくその速攻性が試す必要とされている。で本当にF1 レーサーが、まあ、言うたら車なしで走れてレースやれって言われてるのと一緒で、もうどれだけテンション上げようが何だろうが、僕もそれをやってみても伝わらないんですよ、同じようなものとしては。だから僕はもう全然違うものをやらなきゃいけない。でもそこのディベロップメント R&D になってすごく時間はかからないわけじゃなくて、かかりますよねってなった時に、もう両方が必要だなと思うんですね。速攻性のある例えば保証とか、そういうものの保証と同時に、今後後にどんどん変わっていくものっていうことと同時に、もう一個じゃあどんな風だったらこれが今その提供するものとしてこっちも何かしら納得できる、なんかこうあこれならいいねっていうのと、受けてもすっとあこれなら参加したら面白いって思えるものっていうのが見つからないと、結局もう泳ぎ方も分かんないように、ただただ水がどん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 上がっていくっていう状態でもうもがいてるだけっていうのが、もうほんと時間がないっていう感じなんですよね。はい、あいいか、ですね、堤防を作る話の前の浮き輪を投げる話でいうとですね、アメリカと日本で制度が違うとあれなんですけども、日本でいうといろんなその浮き輪があります。で、この前の大手さんに紹介したのがですね、持続化給付金ですわ。また、もっとベタな話でいくとですね、緊急にお金を10万円借りれるっていう、そういう制度が国としてあるんですよね。そんな制度もあります。あと、家賃を肩代わりしてもらう制度、そんなのもあります。で、これで、とりあえず当面時間稼ぐっていう、そういうのがあります。あとですね、堤防を作るまでの時間稼ぎに使えるかもしれないなっていうふうに思ってるのが、ある意味その宣伝になるかもしれないなって思ってるプラットフォームがありまして、これ何かっていうと、新型コロナ対策で今学校は休校になってるじゃないですか。で、その間の学習コンテンツを経済産業省が紹介するプラットフォームを作ってるんですよ。で、それがですね、学びを止めない未来の教室っていう、そういう授業なんですね。ただこれスクリーニングがあるんです。ただ、
この今、ケントさんがお話しいただいたようなこのダンスであれば学校体育っていう文脈でいけるかもしれないなっていうふうに思いました。ただこれ今ですね、コンテンツをちょっと見てみたところ、録画をしてそれをですね、命名再生するみたいなやつが結構、ほとんどだったので、なので、リアルタイムでやるっていうものが企画として取るかどうかっていうのは、これ問い合わせみなくちゃ分かんなくて、またこれ実習事業なもんですから、これっていうのはですね、企画を投げて、向こう経産省が審査する。で、経産省さんから、学校体育とかであればですね、多分文科省の方に多分企画書が行って審査をされる。そんなような話かなと思うんですよね。ただ可能性はあるんじゃないかな。で、それをもってですね、ケントさんに存在があるんだな。で、ダンスを第一人者なんだなってことを知るきっかけ、入り口になるのかな、採択になれば。まあ、そんなようなですね、印象を受けました。ちょっと画面共有しますね。よいしょ。今見れますか？はい、見れます。これが学びを止めない未来の教室のですね、ホームページなんです。画面は。で、子供の学び応援サイトとかです。まあ、いろんなこのバナーが貼ってあるんですけれども、まあ、この子供の学び応援サイトから行くとですね、そうすると学校の運動遊び応援サイト、こんなようなですね、サイトもあるわけなんですよね。のでですね、こうしたところで、今、ケントさんがおっしゃっていただ、紹介していただいたようなコンテンツが発信できる可能性はあるんじゃないかなっていうふうにも思うわけなんですよね。ちょっと待ってください。新妻さん、ごめんなさい。僕、見えてないですね。どれ？私もわかんないです。あ、見えてない。あ、もう一回やります。画面共有の。どこから見えるんですか、ね、よっしょ。よっしょ。これ見れますか？あ、見れてないです。皆さんの顔が見えてます。あららら、ちょっと待ってくださいね。もう一回戻ろう。もう一回戻ります。これかな？これを共有。あ、来そうですね。はい、来ました。来ました。で、その1個前がですね、少々、これでいくとですね、子どもの運動遊び応援サイトってありますよね。休校中におすすめの進め方、はい、過ごし方、はい。この中のコンテンツとしていけるかもしれないなって思ったんですね。あとその1個前が、これかな。ちょっと待ってくださいね。これを画面共有するには、今見れてます。今ですね、学びを止めない未来の教室っていうふうに映ってますか？うん、はい。赤い、はい。で、さっき言ったのはですね、この中の子どもの学び応援サイトっていう、ここなんですよ。はい。でも、これをもうちょっと下の方に行くとですね、問い合わせが確かあったんだよな。どこだったっけ？質問をできるようなところがあって、それがどこだったっけな。少々待ってね。あ、よくあるご質問。今、Q&A 見えますか？はい、見えます。はい。はい、でですね、今後も継続的に実証事業公募は予定されていますか？で、次回公募は未定ですよ。で、公募実施際は当ウェブサイトでご案内させていただきますよ。とあるんですけども、でもその下にですね、よく見ると、未来の教室実証事務局へメールするってあるじゃないですか。ここで問い合わせをすることができるわけなんですね。なので、企画をですね、提案をするってことは随時可能であるということなわけなんです。で、これがですね、入り口となって、で、コンテンツが掲載されればですね、どんな形かというと、よっちょ。まあ、こんなような形ですね、オンラインレッスンスマートコーチみたいな。スマホでプライベートレッスン。これソフトバンクさんの事業。まあ、こんなようなですね、まあ、コンテンツとして提供されるっていう、まあ、入り口は提供されてるのかなっていう気がするわけなんですよね。で、まあ、ただ、まあ、ここからですね、どういうふうにビジネスに結びつけていくのかっていうのは、そこからさらにですね、知恵の絞りどころなのかなっていうふうに思いますが、
これは使えるんじゃないかなっていうふうに思います。自分からは以上です。素晴らしい、なんですかね、一つのあれだと思います。可能性だと思います。はい。ちらっとね、立山さんとも話しているところがあったりとかしたんで、なんかやっぱりこれが本当にその全国的にっていう、その今もう起きてるのが、その世界中もそうですけど、日本全国で起きてる、これを根本的に変えていく、または変えれる可能性があるものって言ったときに、で、その本当に自分はその僕が関わる形で、少しでもよりダンスの世界、そしてより良くっていうことで言うと、もういくらでも利用してもらいたいというか、で、僕が持ってるナレッジだったりとか、そのダンスへの価値観だったりっていうのは、本当に嘘じゃなくそれだけでやってきたんで、それをなんか伝えれるっていうものが今必要だとしたら、僕にできることは本当に何でもしますし、はい、であとはもう即効性がとにかく必要なんで、すぐに動いてすぐに実現っていうことがないと、ちょっと本当にさっきの泉さんのね、現状も聞いていただいたと思うんですけど、これはもうたまたま泉さんがじゃなくて、これ全国もっとやばい人もいるので、本当に、はい、立山さん、何かあります？ちょっと今日のいろいろあれになりますけど。そうですね、僕もなんかやっぱ教育のところにどういうふうにこうダンスっていうのが文化としてもう少しこう地方のダンス教室とかダンサーの方が学校に入っていけるのかっていうところの仕組みが整備されたらいいなっていうのは思っていて、そのやっぱりオンラインでやる限界っていうのはもうちょっと例えば 5G が広がっていってとか、環境がシステムが広がっていくことで動作がスムーズになって、もうちょっと見れるっていう状態までいくのかもしれないんですけど、まあ、それも時間がかかることを思うと、やっぱりこの、で、今現状、やっぱ、ダンスの授業を先生方が、まあ、こう、見よう見まねで練習しながらやられてるっていうのも思うと、本当に本質的な何を伝えるのかっていうのを思うと、なんかみんな別にダンサーを目指すためにダンスの授業があるわけでは、おそらくないと思うので、飛び箱があったりとかする中の、まあ、体を動かすとか発達とかで、それを通じてのなんか、まあ、スポーツを通じてのこう仲間意識とかなんかそういう教育のとこにつながると思うと、ケントさんが言うようなダンスって何のためにやるのかみたいなところの、そういうところを教えながら体をこうすごくシンプルに動かしていくっていう、だから別に多少動作が悪かろうが、訪れが起きようが、教えれるような、なんかコンテンツをこう作っていくっていう、教材を作り直すというか、ダンスの教材をもっと入り口から、なんかただただダンス、まあ皆さん踊ってみましょうではなくて、まずなんでやるのか、それがどういうことにつながって、ダンスの意味ってなんだろうね、だから学校でやってみるんだよ、みたいなところから、じゃあみんなちょっとやってみましょう、みたいな、なんかそういうのにこうつながっていくような、こう、一つ教材というか、それがなんか各地のダンサーの皆さんの協力のもと作れて、学校に落ちていくっていうんで、まあダンスその小学校の先生が教えきれないところを地方の教室だったりとかダンサーの人を迎えれるような形が作れて、もうちょっと密接に学校教育とそのダンス教室みたいなところが結びついていくような、そこをまあなんか広めていけたら、でまあ一つうちそのケントさんとずっと話してたのは、やっぱりまあケントさんが世界にの道を、まあ一郎みたいなところで野球のダンス、日本人でダンサーを目指すので世界に行けるんだっていうのを、まあ、一つきっかけを作った立場としても、こういう時にさっきの話で言うと、まあ、浮き輪じゃなくてこう船を出すっていう、こう今度水が溢れた時にまたその船でみんなで乗って乗りこなせるようなっていうものをこういかに作るかっていうところをずっとやってるんですけども、なんかそれがすごくこの、うん、なんていうかダンスイズワンを思うと、まだエンタメのところのダンスっていうのがどういう形で夢をつなげるのかはまだ分かんないんですけど、そのもうちょっと足元のところの子どもたちにっていうところを思うと、そういう教材をこうなんか監修させてもらいながらこう作って、でそれが学校に落ちていくみたいな感じになれたらすごくいいのかなっていうの
ちょっと今話しながら、はい、思ってます。まあ本当にあの自分で言うのもなんですけど、これはまあ泉さんもあの後半期ずっと関わってくれたんですけど、本当にあのダンスイズワンという一つのスローガンだけで12年間、もう本当下は沖縄、下は沖縄、上は北海道のもう隅々までですね、44都道府県回らせてもらって、43だったかな、でもうあのなんていうんですか、無人駅みたいなところに、例えば日本の話ですけど、無人駅みたいなところに行ってもですね、そこには必ずダンスを踊る人がいて、でそれは若い子たちだけじゃなく年齢関係なくですね、いらっしゃって、でそこにやっぱりそのダンスの魅力を伝えていくっていう草の根活動をずっとやってきたんですね。でそれはやっぱり何を一番大切にしたかっていうと、このライブで、この生で会うんだと。でなんで生で会うかっていうと、生で会うことで夢がもっと 見やすくなるというか、でそれはやっぱりその僕自身が愛知県の、まあ、今それこそ市になりましたけど、それまで本当に郡で町っていう場所で育ったんで、でやっぱり そこになんかテレビの中の世界だけじゃなく、例えばじゃあもうハリウッドの世界なんてもう遠い夢の世界で、もう何からどう始めてどうなっていくのかなんて全く分からなかったんですよね。その時にやっぱそうやって出会えることでそのホープが生まれるっていうことだと思ったんですよ。だからなんかその今のこのオンラインって、ある意味体が、僕の体がロサンゼルスにあっても、例えば皆さんの体が例えばあっても、これ僕だけじゃなくつながれる術ではあると思うので、これを使ってその隅々までなんかつなげていくようなことっていうのがなんかできたら、でそれはピラミッドみたいにこうなんだろう、例えばじゃあ100人がズームでできるなら、まずそこに関わっていく1プラス、じゃあ次の100から次の100からって言ったら、これすぐ全国に行けるんですよね。だからなんかこれで一緒に、じゃあ何この状況で本当にみんな今もうテンパってるのです。でそれテンパって当然ですよねっていう状況で、なんとかしてくれ、だって僕の長年やってきたアシスタントが、ケント君お願いします、なんとかしてください、またもうこのままじゃ僕2ヶ月後どうしていいかわからないですって泣きついてくるっていうのはもう本当だったんですよね。嘘じゃないというか、じゃあちょっと俺は本当にやれることやるよっていうところからこの毎日が始まってるんですけど、なんかやれることすべてやりたいなと、でできる限りを尽くしたいなと思っているので、僕らの方でもう一回まとめると、その教育にまつわるようなことのもう根本から、じゃあなんでダンスって存在しますかっていうのは、僕は自分の中でのスローガンがあり、それがダンスイズワンであり、で夢を見ていくっていう意味ではドリームワンであり、でそれはやっぱりその踊りとともに見せれる時がいつか絶対来ると思いますし、それは出会えるようになったらですね、それまではこのオンラインの世界で、まあ、本当に打って出れるものが、タイム先ほどのプラットフォームもそうですけどあると思うので、そこは見出していきたいと、と同時に、今この瞬間をもう本当に苦しんでるみんなとも、なんか例えばじゃあバーチャルを掛け算する世界だったりとか、その場所だから面白いものだったりとかっていうのをやっぱ作っていかないことには、ただただ動画配信もそうですけど、オンラインレッスンっていうのは僕が思うにやっぱどっか限界があるんじゃないかなってやっぱ思っちゃうし、なんでかっていうと、やっぱりもう何ていうんですかね、難しい話なんですけど、今世の中、例えばじゃあ YouTube もそうですけど、もう映像から何から溢れ返ってるので、別にその飽和状態の中でお金払ってまでそれを例えばやりますかって言ったら、やらないですよ皆さん絶対っていう、 そこにおいて、じゃあ昔の僕ならもう、じゃあマイケル見てるからとか、じゃあもう今ビヨンセ見てるからってなっちゃうってなったら、どうやってつながるかが一番重要なんで、このつながるっていうことを立ってしまったら、もうそこに何の温度もなければ何もないんですよねっていうことになると、だからこのやっぱりピンチをチャンスにするには、こうやって全国世界中をつなげれるっていうこのオンラインをどのようにあとは使って、この点が1のところから全部下のそのままで、なんかこう一つ一個のなんかつながっている結果みたいな風にやっていく、でその時にやっぱり僕はやっぱどこまで行っても変わらないのは、もう原点こそ頂点じゃないですけど、ダンスイズワンで起きることだと思うので、もうダンスは世界を一つにする魔法だっていう、この一つでやっていきたいなと思うんですね。でこれに何かいろいろご協力いただいて、いろんなプロご紹介していただいたりとか、僕らが持っているチャレンジまたは、アイディアをですね、掛け算できるのであれば、もういくらでもして、で、なんかこう見出せるものをどんどん見出してですね、形に即効していって、で やがてはもちろん堤防も作っていきながら、やがてはですぐにでもその船を出せるように、立山さん言ったように船を出せるようにだったりとか、あともう今すぐ救助必要な人は救助必要、
でもさっき新妻さんに言われて、これアメリカでも話があったんですけど、家賃来月でもいいよ、再来月でもいいよとかあっても免除されないんですよ。ってなると今のこの段階で1ヶ月2ヶ月3ヶ月仕事ができない中で、それが3倍になって持ってこられてももう払えないよって話なんですよ。そういうことなんです。だからその今仕事をさせてくださいっていう人しかほとんどなんですけど、させてもらえない。その時に保証がありますかない。でそこで収入がない中で、来月に持ち越されたところで、または借金できたところで、いつ返せるんですかって話した時に、収入がないと返せる見込みがないっていうことなんですよね。で、あと全体的に もう皆さんのが十分重視したと思うんですけど、もう基本的にほぼ全員ではないですよね。もちろん儲かっている、これで仕事がより回ってる、例えばその配信系だったりとか、そのみんなが見てる Netflix や YouTube とかっていうのもあると思うんですよ、Amazon とか。でも、そのほぼ全体的に経済が落ち込んでるじゃないですか。この経済が全体的に落ちてる中で、なんていうんですかね、なんかこう、今まで当たり前に回ってたものも回りにくくなってるっていうことも、分かっていただきたいというところですよね。だから多分泉さんの抱えてらっしゃるその生徒さんの子たちも、家族全体的に例えばじゃあもう今仕事他の例えばレストランでやってる方はないとかなんやらとかなってる時に、もうダンスなんて言ってる場合かって話も言われちゃう。そうなんですね。それはもうお互いに苦しい中で酸素ない中でそっちの酸素よこせって言ったって、いやって話なんですよ。だから僕はもう酸素がダメならもう窒素でいけるものの何だろう、新しいそういうボンベじゃないですけどとか、もう何かそう窒素を酸素に変えてしまうものとか、もうそういう発想がないと、苦しいところから苦しいところを選んでもそれは全然発想じゃないと思うので、うんうん、やっぱここで奇跡を起こすにはもう新たなる発想だと思うので、僕はそこは探求していくので、僕の方でそういうものをまたちょっと新妻さんにも中瀬さんにもちょっと見ていただけるタイミングを作って見ていただきたいなと、で、あ、こういうことをやってらっしゃるんですねっていうのを実際に体験してもらって、うん、で、まあ、まさに今日泉さんにも体験してもらったんですけど、うん、で、あ、こういうことであればこういうことがもっと見えてきますねっていうことがあると思う、うん、なんでもう100万件にしかずなんで、またちょっとキンキンですね、泉さんも皆さんのお時間があるタイミングをちょっとすり寄せさせてもらって、うん、で一回僕らの方で用意しているものを一回ちょっと参加していただいて見てもらう、またはその時にまた新妻さん中瀬さん以外にもこれに賛同してくれるそちらの方がいた時にもう見てもらったらいいかなと思うんですよ。でそこで見ていただいて、今こういうことまでできるようになってますと、でこういうことができるんでこういうものが生まれるんじゃないかなと思ってますと、で例えば別になくて最悪踊れなくてもこういう会話だけでもそういうダンス教育の部分においては僕はいつでも何だろうな、何かしら魂を乗せることができると思うので、先ほど言ったやれることは全部やっていきたいということです。そしてこれにもう本当に感動してくれるダンサーはあまたいると思うので、もう、うん、すぐにでもそこら辺を形にしていきたいなという思いでございます。ぜひお願いします。参加させていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私は一つ一点だけ今教育のことでお話しされたので、うん、泉ちゃんが本当に今地元の小学校で校歌にダンスをつけてるんですよ。で小学生の校歌っていうのはやっぱり大人になっても絶対忘れないので、やはり教材を通してっていうか校歌を通してダンスを全国の学校に作っていくとか、そういうこともやっぱり一つの方法としてやっていくと、やはりそれがケントさん監修になったりすると、やはり日本はすごいな、日本でやっぱり今日は泉ちゃんのおかげでこうやってお会いできたので、やっぱ魚津市の校歌をすべてこのようにダンスを通して校歌を覚えるとか、やっぱ学校行ってない子、1年生なんかほんと3日間ぐらい行って終わりなので、今回はやっぱそういうことをつなげていく、やっぱ教材としてつなげていくことはでき可能性はあるんじゃないかなっていうことは今感じました。それは絶対やるべきだと思いますし、その効果を、うん、その一つのプラットフォームのその一番初めっていうのは僕がオリジナル楽曲なりも使ってやったとして、その全国の学校の振り付けを全部僕がやるというよりも、そのやり方だったりどういうものかっていうののそのものを構築を見せたらいいと思うんですね。そしたら、うん、
その土地その土地の人たちが、例えばじゃあ泉さんがそこでやってるみたいに、北海道の人たちは北海道の人たちでやるとかっていう、そのまちまちのそこのダンススタジオの方たちがやったりとかっていう、一緒に手をつないで担う形で、そのそれも一つの何かあの効果に、経済効果にもなるような形で、あの落とし込むといいと思いますね。だから僕は本当に全体的に見れるものは見ますけれども、基本的に町の人たちがそこを担うっていうのが美しいかなと。そうですね、そういうふうにして進めていかれたら、あの、うん、いい方法かなと思いました。行きましょう、はい、でも中瀬さん、そこには本当に予算付けもしていただきたい。わかりました。結局、いやもうそれがすごく、あの今定着してみんな、ね、1年生から6年生までみんな踊れる状況で本当にありがたいなと思って、運動会も毎回参加させていただいてすごい感動はしてるんですけども、でもやっぱりこれがボランティアだっていう現実で、やっぱりだからこう、ね、うん、そこが、うん、ちょっと自分の中でも、もちろんボランティア精神はたくさんあるんで、うん、そればっかりじゃなくて、やっぱり このような状態になってきてるので、やっぱり、文科省の教材に落とすという形にすると、うん、予算付けは難しくないのかなっていうふうに思います。そうですね、うん、はい、そうですね、本当にシビアな話も、そういう現状を訴えざるを得ないぐらい全てが大変ですよね、って状況なんで、うん、本当に何もかもなんかこう金ではないんですけど、生きるための酸素が欲しい、これだけです、本当に言ってるの多分で、全部始まったとおっしゃられた通り、もう根本からそこを見出させるっていうことだと思います。本当にうん、みんなが何かに携わって何かを生み出して生きてると思うの でそのエンターテインメントで形が見えにくかったりするんですけど、そこに例えば変な話ですけど、そのワンムーブ1個するのに何かっていうのに、もう昨日今日じゃできない何かの人生の積み重ねと時間と全てがあってこれができてるっていうのを、今ケンさん一瞬でやりましたよねっていう、この一瞬は一瞬を作るために人生乗せてるっていう、だから僕ワンステップワンライフって言ってるんですけど、そのワンステップに対して一個の人生が乗ってるんだよっていうことなんで、そこも踏まえて、もう本当にその根本である日本のその今のあの学校教育の、しかもそこのダンスっていう部分にも実際触ってるわけじゃないですかっていうところから、まずタッチするってことは絶対重要だなとは思いますね。で今実際にそれが実際に成し得れてないっていうところもあると思うので、そこを今この瞬間に見直すっていうところで、僕の側でもしできることがあれば、その一番重要なドロップをさせするというか、うん、はい、あと2分で切れますが、新妻さんいかがでしょう。はい、本当おっしゃることすべて私もですね、本当すべて賛同しています。やはりそうですね、今この直面する状況をなんとか乗り切らなくちゃいけないっていうことと、長期的にやっぱ堤防を作る仕事をですね、やっぱ同時並行で進めていかなくちゃいけないんだろうなってつくづく思っています。今のとりあえずベタな支援策も含めてですね、メールでメールじゃチャットでですね、展開させていただきました。参考にしていただきたいようになって思います。とりわけ一番最初に送りました学びを止めない未来の教室、このところですね、重点的に見ていただければ何かのヒントになるんじゃないかなっていうふうに思っています。これからもしっかりまた情報提供してですね、ケントさん、また太田さん、立山さんとですね、しっかりこき合わせて前にこの施策を進めていきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。貴重なお時間、ありがとうございました。ミーティングのタイミングというか、参加してもらうタイミングをセッティングさせてください。そしてちょっと僕らの方のアイデアもシェアさせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお時間いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。ケントさん寝てくださいね、朝4時ですよね。そうっす、ケントさん時間が日本時間じゃないんですごい、はい、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、失礼いたします。はい。はい。みんな